トピロキソスタットは通風及び抗尿酸血症の治療薬である。商品名ウリアデックさんは化学研究所トピロリック富士薬品製造販売。日本で開発され2013年6月に承認を取得した。2016年6月からトピロリックで富士薬品とファイザーの共同販促が開始された。トピロキソスタットはフェブキソスタットと同様に 非酸チン酸化還元酵素を阻害して、尿酸の生成を抑制し、血中尿酸値を低下させる。エクソの阻害は、競合的である。通風、高尿酸血症国内の治験での副作用、発現率は35.4%であり、主な副作用は、通風関節炎、ALT 増加、βn アセチル D グルコサムニダーゼ増加、α1、ミクログロブリン増加、 AST 増加等であった。重大な副作用として、添付文書に記載されているものは、肝機能障害と多形交換である。その他、5%以上に発現する副作用として、ALT 増加、AST 増加、通風関節炎、β、N アセチル D グルコサミニダーゼ増加、α1 ミクログロブリン増加がある。1回2 0ラムより開始し、1日2回定席に、 経口投与する。その後は、血中尿産地を確認しながら、必要に応じて徐々に増量する。維持量は、通常1回 60mg を1日に回とし、患者の状態に応じて適宜増減するが、最大投与量は1回 80mg を1日に回とする。増量する際には、1回 20mg を1日2回から開始し、 投与開始から2週間以降に1回 40mg を1日2回、投与開始から6週間以降に1回 60mg を1日2回投与が目安となる。人機能障害患者に対しても容量調節の必要がなく、常用量で使用できるが、重度の人機能障害のある患者は使用経験がなく安全性が確立していないため慎重投与である。 トピロキソスタトはプリン骨格を有さない、選択的キサンチン酸化還元酵素阻害剤である。尿酸は、人においてプリン体の代謝経路の最終産物として、エクソの作用により、ヒポキサンチンからキサンチンを経て産生されるが、トピロキソスタトは、エクソに対し、競合的な阻害作用を示し、内縁性の尿酸の生成を抑制する。なお、エクソに対する基地は5.1である。 また、他のプリンピリミジン代謝酵素には阻害作用を示さず、エクソに対して選択的である。また、糖尿病モデルマウスにおいて、肝臓、腎臓、血小でのトピロキソスタットのエクソ活性阻害作用が検討され、肝臓、腎臓に比べて、血小でのエクソ活性阻害作用が強いことが示された。なお、トピロキソスタットには、エクソ阻害作用があるため、 エクソによっても代謝されるアザチオプリンやメルカプトプリントの併用は禁忌とされている。抗尿酸血症患者は慢性腎臓病を合併していることが多く、CKD を合併する抗尿酸血症患者へのエクソ阻害薬の投与が検討されている。薬物動態に関する研究として、腎機能経度低下者、 人機能中等度低下者及び人機能正常者でトピロキソスタット 80mg を単回傾向投与した時の血中濃度を比較しているが人機能低下者と人機能正常者の間に薬物動態パラメータの差は見られなかった人機能検査値への影響を見た研究としては中等度人機能障害を合併した高尿酸血症患者におけるプラセボ対象の比較試験において トピロキソスタット投与終了時には、血清尿産地の改善とともに、CKD の重症度評価の指標である尿アルブミン、クレアチニン比の改善も見られたことが示されている。ありがとうございます。